列車の旅もいいな。ああ、帝都に着いたら運転はお前か。二人に聞いてみ。レガリアも積んでもらえてよかった。首相に感謝しないとな。あれも安くしてくれりゃあな。通信機は残念だった。水神の騒ぎでのことなんだが、うん、帝国軍が撤退する中、妙な動きをする揚陸艇がいた。最小の船だ。目をやられた直後、最後に神殿の方へ向かうのが見えた。止められなくてすまない。俺も意識を失って。生きてたんだから。いお、足音が聞こえてきたな。ああ、グラディオ帰ってきたぞ。何頼んでたんだ。人探しだ。気になることがあってな。ああ、探し当てたぞ。すまない。気になるってなんだよ。夜の長さのことだ。最近長くなってってんだろ。ルシスでも噂は聞いていたが、ここ数日でもだいぶ変わったように思う。ああ、このまま変化が加速すれば近いうちに。一日夜って、大げさだとも言えねえな。六神も半数がやられちまった。星や世界に影響が出てしかりだ。まあな。夜が伸びれば死骸も増える。そっちは実感してるしな。ここでも誰かはその件を話していたんだ。それで俺が探しに行かされたってわけだ。ご苦労さん。行くぞ、待たせてる。ああ、わかった。行ってくる。ああ。この景色。ああ。マジでどうなってんだ。わけわかんねえな。ほんとすごいよね。雪雲かな。なんかちょっと怖くない？こんなの普通想像つく？俺的にはありえないっつうか、本でも見たことない。ここで何してんだよ。何突然。落ち着いてよ。びっくりした。どうしたの？ちょっと、なんで？それ本気？あった！てめえ、ふざけんな！あのさ、ラプト。くそ、あいつ！嘘だろ。顔怖いよ、ノクト。冗談だよね。もうやめようよ。そういうのよくない。他の人にも迷惑だしさ。ふざけるのはもうなし。冗談なんかじゃねえよ。もう本当に俺を殺す気なの？当たり前だろ。もう逃げらんねえぞ。何が目的だ。ずっと恨ましやがって、てめえのせいで。どういう意味それ。俺のせいだって本気で言ってんの？はあ、違うってのか。だって俺に何の得があるんだよ。死ぬか。待ってよ、本当に頼むから、ちょっと話を。黙れ。本気に決まってったら今さら言い逃れすんのか。言い逃れって。待ってよ、本当に頼むから、ちょっと話を。黙れ。
ロクター、大丈夫？今、アーデンが。え、アーデンって？じゃあ列車が止まったのってそのせいなのかな？何が起きたか全然わかんないんだ。グラディオたちは原因を調べに機関室へ行ったよ。俺たちは後ろの状況を確認しに行こう。ああ。何が起きたの？何？爆撃？他の人まで巻き込まれるよ、ロクト！前の車両に逃げて！俺たちが相手してやる。なんか完全だな。他にも乗り込んでるかも。後ろまで調べよう。列車はまだ動かせないのか。機関室の方はグラディオたちに任せよう。よし、後ろに向かうぞ。被害はどのくらいなんだろう。バドーヘッド、自爆するんだね。奴らを中に入れるな。うん、外で片付けよう。何かでかいの来たよ。また出てきたよ。湧いて出てるね。ザクだ。勝てる？これ。うりゃ。これ、キリがないね。また起き上がった。おりゃ、ほらこんな、ほらどのせいに。おりゃ、ノット、倒したやつが起きたよ。ほら、ほら、うい、ねえ、やばいのばっかり来たよ。また起き上がった！ほっ！発射まだ？プロット！ノット！イグニスから電話！もうすぐ発射できるって！了解！それ！ほっ！ノット！倒すやつが起きたよ！うりゃ！ほら、うりゃ、えい、おりゃ、プロント、止まって見えるってやろ。またお戦車だ、ノクト。プロント、中入ってろ。見て、揚陸艇が追っかけてきた。あいつら列車を攻撃するつもりだ。
撃ち落とすしかねえか。どうやって？撃て。あ、そうだね。いつからだったと思う？